速化軸の久保です今日もね、相場解説やっていきましょう。実はね、3時33分に私一回ね、相場解説撮影してるんですよ。それをこの動画の最後に貼っときますんで、参考にしてください。ではですね、画面を切り替えて見ていきますよ。今日はね、1時間軸だけ見ていきます。1時間軸。うーん、こういう風に動いてます。どういう風に動いてるかというと、うーんとね、この間は取れているわけなんですよ。で、N の字を書いて大きく上に出たんで、 ここから上も取れてはいるんですけども、ただね、ずっと上がるかと思ったらそうではなくて、急激に引っ込んじゃったんですよね。引っ込んでどこまで行ったかというと、ここに達したんですよね。えっ、ー、と、そこでね、重要なのがこの斜め線なんですよ。これはね、安値切り上げのポイントです。だからここで反転してるでしょこの辺のことを3時33分の動画で語っています。 それでですね、ちょっとクローズアップしますけども、下髭が結構出てますよね。これ、下髭が結構出てます。しかも、このポイント、安値切り上げのポイントに当たっているということは、こっからね、移動平均線はこんな形ですけども、私は上昇すると見てるんですよ。ですんで、もう一回、倍でかけていこうと思うんですけどね、今度の場合はね、あら、すいません。今度の場合は、 バチンと突き上げるんではないかなと期待してますけども同じようにこのゾーンをぶち破った後このゾーンをぶち破ったらここで入りますまあそういうふうに計画を立ててますねとりあえずセルの方向に行くことはないというふうに考えていますセルの方向に行くとしたら結構ね果てしないところまで行きますここまで行くんじゃないかなと思いますねいやしかしねそれはちょっと考えにくいかなと私のテクニカル理論ではこの線に沿って今動いてますからね 安値切り上げ、高値切り上げができている以上、私は倍の方で取っていくんではない、取っていけるんではないかなと思います。ただ全体的な流れはね、売りなんですよ。これが冷やしですけども、右肩下がりでしょ。だから瞬間的な上昇もしくは横ばいだということは忘れないでいこうかと思います。ではですね、えっ、ー、と、この辺でちょっと動画を終わってですね、 はいでは3時33分の撮影した動画をちょっとご覧いただきたいと思います、まあ、私がね今回ね深夜1時から目覚めていろいろ作業してますからねついでに FX の相場解説も1件だけ取っときましたちょっとそちらの方もご覧くださいどうぞはい、えー、今回ね深夜の相場解説になります、えー、日付は2020年10月21日深夜3時33分ですね えー、昨日私が、これ1時間ですけども、昨日私が申し上げた通り、ここをブレイクして、その後ですね、こちらのブレイクまで、ブレイクじゃない、こちらのゾーンまで行きました。根拠は、ここにある力点とここにある力点の間が取れるんではないかなっていうところですね。これは過去の動画、昨日の動画を見ていただければ、私がね、こういうふうに申し上げたことがしっかり出てますんで、これはまあ取れていたんではないかなと思います。ただね、ここを突き破った後に、 どこまで上に行くのかわからないよっていう表現しましたけども、なんとね、反転して今、ここに落ち着いてますね、またね。うん、でしかも、このゾーンの下の方まで行っちゃってるんですよ。そこで私はね、もう一個補助線を引くことにしました。この線です。この線は、安値がどんどん切り上がってるところを示したものなんですけども、この線に触れるとね、上昇していくんですよ。ですんで、今回も、 今まさにこここをねね出ししてて上昇いるところですよ、ね、移動平均線も下の方に移っているんですけどこことに似合うような状態でここからまたね移動平均線は3本と上に行くんじゃないかなというふうに考えてます、まあ、ですんで今すぐここでエントリーをするっていうことはね、えー、そんなにおかしな話じゃないかなっていうところなんですよね価格にして105円の42何がしっていうところで入ってますでこっからね 今含み益を取ってるところですけどもどのぐらい伸びるのかちょっと楽しみにしているのとあとはロスカットを食らってしまうかもしれませんえー、ロスカットを食らう時っていうのはこの補助線を越えて下に行く時ですねここはロスカットを食らってしまいますただこれねこのまま上に行くんじゃないかちょっとごちゃごちゃしてましたので消しますねこのまま上に行くと私は思うんですよで補助線引きましたけども今回はゾーンよりもこの補助線を当てにしていこうかと思いますここと こう,ですねまあ、こういうふうに、まあ、フラッグというかなんというかねそういうのを書きながらうんまあ上の方に向かっていくところなんではないかなっていうふうに思うわけなんですよね。はい、では倍でもう一回トライというところですね。で今回以上です。さあ明日の朝どうなっているでしょうか